想像出てきたけど。はい。暑い暑い。髪切ってきました。わかんないかもしれないけど。わかんない、これ。髪切ったんだけど、わかんねえ？わかんねえかな？これ髪立てないとわかんねえんだろうな。髪切ったんだよね。わ からない、マジで。髪切ったんだけど。相当切ったんだけど、これ。わかんない、マジで。超刈り上げたんだけど、後ろも、横も。わからん。あら。悲しいな。もうちょっと上げてもらえばよかったか。髪伸びるの早いよ。昨日切ったんだけど。昨日じゃ、今さっき。今さっき切りに行ってきたんだけど。もうちょっと上げればよかったか、ここ。カットすればよかったか。まあいいや、髪の毛立てば変わるから。まあ見ててください。髪の毛立てれば変わるんでね。原田いらっしゃい。ねえねえ、今シャンプーって知ってた？全自動シャンプーあるの知ってる？水圧でシャンプーやるやつ。エロガメいらっしゃい。知ってる？全自動でシャンプーの液がブワーって出てきて、その後に水圧やってくれんの。そう、車みたいなやつ。洗車機みたいなやつ。頭を洗車機すんの。びっくりした、これ。初めて行ったんだけど、超洗車されてきた、頭。びっくりしたよ。それやってきまして、はい。今さっき行ってきて、帰ってきたところ、ちょうど。で、まあちょっとね、放送やろうかなと思って。和樹いらっしゃい。はい。まあそれでまあちょっと放送枠を開いたんですけどね。はい。まあこの時間なので、平日の金曜日か。ラックいらっしゃい。ラックン今日来んすよ。もちろん。かゆいところありますかって、なくなったね。水圧大丈夫ですか？水圧を普通と強を選べて、普通にしたんだけど、怖いから。そしたらちょうどよかった。痒いところないですか？ないですね。パイセンが拡張行けば必ず何か起きる。落書きように気をつけて。防犯カメラついてます。噛みつき攻撃のフレッドブラシにね、防犯カメラがついてる。落書き事件以降、そう、防犯カメラを設置することになったので、大家さんが自腹でつけました。はい。なんで大変だと思いますよ。そんなことでやるようなもんなら。島本いらっしゃい。田野いらっしゃい。気分いいよ。気分いいです。ただ残念なことがありましたけど。残念なことがあった。ちょっと傷ついた。ちょっと傷ついたことがあったな。ほんと少し、ちょっとしたことだけど、ほんと細かいことに。たかちゃんもいらっしゃい。髪色いい？ありがとうございます。赤髪に染めました。ちょっと傷ついたことがありまして、ほんの少しなんだよ。ちょっとショックだったのが、この前、彼女がね、ツイッターに、俺との喋りを載っけたんだけど、ツイートにね、載っけたんだけど、そのツイートがなくなってた。二つ。二つだっけな？一つだっけな？一つだか二つ、ツイートを上げたんだけど、俺との喋りを。そのツイートに対して返信があったんだけど、そのツイート自体がなくなってた。ショック受けたね。メロチいらっしゃい。多分あれ囲いの圧力だね。囲いの圧力。ユイガさんとの写メは乗っけない方がいいよっていう囲いの圧力で、あっちの。写メがなくなってた。俺見ようと思ってさ、そう、写メ放送に使おうと思って、そう、ね、使おうと思ったら、二つともなくなってた。しかも二つとも。マジで。ビデオ通話のキャップと、ビデオ通話のキャップと、もう一個なんだけど、二人でこの前デート行った時の、写真なんだけど、どっちもなくなってたわ。やっぱ女性配信者のことって難しいね。ツイッター社の規制かと思ったら違うよ。本人が消した。ショックだったね。ショック。いや、囲いってそんなことまでやるんだなと思って。なんかやっぱ、お互い難しいね。その放送を通じてっていうのは男女。まあ俺ももちろんそうだし、あっちもそうだけど。なんか囲いが確実に言ったんだよ、あんなもん。乗っけない方がいいですよ、どうこうですよ、とかさ。絶対に。なんか、ああいうところを見るとさ、なんか、配信者同士ってわかるわ、と思うわ。あ、原田、ありがとうね。しけもくやらけちゃい。
そんなん気にするなよ。いや、するだろう、イカ猫。俺なんか全然関係ないけど、全然ね、まあ俺ツイッターあんまり動かしてないから、ツイッターさ、動かし、俺あんまり動かしてないから、あれだけど、最近はね、一日店長の宣伝とかそんなもんばっかだけど、あとは香川のやつか、それだけだけど、基本ツイッター動かしてないので、放送の通知もしてないでしょ。なんで、あれだけど、なんかショックだった。二人だけの赤、いや、それで囲いが減るんだよ。要は。俺は変わんないと思うんだよ。俺は別にね、はっきり言って、スタイルとしてリスナーが、別に俺が誰と付き合うか俺の勝手だと思ってるし、ひよこ豆いらっしゃい。だろ？リスナーにね、意見を求めることは何かしらあるかもしれないけど、付き合う付き合わないってのは俺の判断なので、人に言われたくないし、多分そのことについて、まあ、あのツイッター内容良くないから消した方がいいですよとか、多分そんな内容でしょ。そういう些細なことから関係をほつれく。わかるけど、イカ猫。でも彼氏の立場としてはさ、もう公にしてる以上だよ。公にしてないんだったらわかるんだけど、公にしてる以上、もう変わらない事実でしょ、その事実は。付き合ってるという事実は変わらないことだから、別にわざわざ上げたものを消す必要がないじゃん。10月の MVP でしたい。枝いらっしゃい。違う？発表してなくて、ツイッターに上げて優香さんとの画像を上げない方がいいですよとか、もしくは本人が自主的に消すんだったらわかるんだけど、もう発表してることでさ、あってさ、それをわざわざ消す必要ないじゃん。ショックだよ、こっちからすれば。あれ？と思うじゃん。俺はしないよ、消せって言われたって。それは彼氏の立場としてはショックでしょ。別にみんなにね、二人の写メを、俺があげてくれって言ったわけでもないし、別にね、そういうことではないんだけど。やっぱそういう些細なことってあると思うよ。まあ、引きずらない、引きずらない。ゆうたいらっしゃい。こんにちは。付け足したら、誰ってならないでね。今日頑張ってる。ありがとうございます。こんにちは。何？洋服、ハート付け足したら誰ってならないでね。どういうこと？洋服とハートを付け足したらってどういうこと？あ、ゆうたの名前のところに。ダイビスならないです。醤油いらっしゃい。世界の太田いらっしゃい。店長おめでとうございます。ありがとうございます。あれ、赤間違えた。付け足してないです。普通に変わってないです。まあ、今日頑張りますよ。今日実はですね、実はですね、まあ、お楽しみに。だから荷物がね、結構あって、俺、スーツも着てかないからさ、持ってってあっちで着替えようと思ってるんで、トヨちゃんいらっしゃい。スーツも持ってかなくちゃいけないし、そうなんだよね、いろいろと。キャッチバー、緊張？どうだろうね。あんましてないような気がするけどね。やすりいらっしゃい。心配かな、緊張というより。あ、ゆうたいらっしゃい。心配。心配かもしれない。どちらかといえば、不安。お客さん本当来てくれんのかなとか、そういう不安の方が大きいかな、実際は。不安だな。銀次いらっしゃい。まあちょっとキャスバー終わって、数日はちょっとみんなにまあ、いろいろ話すよ。僕の気持ちを。まあ、いろいろちょっと思うこともあったので。キャスバーって歌舞伎町の立花ビルの2階だね。アンチが来たらとかいう心配はない。もうそれは警察対応なので。あとは、私人逮捕ってできるの知ってる？一般人の方も人を逮捕することができるんですよ。暴力を受けたりとか、もちろん従業員とする立場なので、押されたりとか、もちろんこれも暴力になるので、退店願った時に、退店した場合は、不法侵入なので、そのまま。不法侵入なので、それで、私人逮捕というのができるんですね。なんで、私人逮捕します。私の方。それで警察を呼ぶだけです。あ、タコスケいらっしゃい。そういう対応です。対応としては。退店、ね、
お店に迷惑かけるような人がいて、退店ね、願った場合に退店していただけない場合、話し合いの末、退店していただけない場合は、私人逮捕。はい。それで警察呼んで、警察の方に、とりあえずで逮捕、私人逮捕だけど、多分出てくだけで終わると思います。ネギいらっしゃい。あ、花火やれてます。うん。そうそう。立花さんが使ってるでしょ。僕、従業員として、あ、花火2発もらいますです。ありがとうございます。うん。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。いや、本当に収入が減ってるので、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。うん、あ、そう、付帯教材か。付帯教材か、うん。まあ、不法侵入も当たるんだけどね、うん。うん。出てくださいねって言ってることについて、そのままいることを退去しなくても、まあ、そういうのをきちんと、うん。まあ、そういうことがないようにね。普通に楽しめればなと思ってます。ありがとうございます。花火2発も、うん。同じ人ですけど、ありがとうございます。まあ、そういうふうにやっていきます。きちんとした対応をね、従業員として、うん、対応しようと思ってます。まあ、ちょっといろいろ問題もあるんで、問題もっていうか、トラブルがあるっていうことじゃなく、そうそう、お客さんが来るのかなっていう問題だな。冗談抜きで。心配すぎる。俺はね。やっぱ当日っていうか、その日になってみないとわからないことなので、その日っていうか、その時、その日、その時にならないとわからないことなので、ちょっと心配、そこは。昨日大丈夫だったよ。何もない。うん。何もないです。いやー。でね、まあ、今日、何時頃にしようかな。サプライズがあります。サプライズ。何時にしようかな。今日中はちょっとやらないけど、16日になってから。何時にしようかな。2時。3時かな。3時33分。あ、Kさんいらっしゃい。今日は本当に優しい人柄で配信で見れたら最高ですよ。本当の自分で店長を楽しんでください。ありがとうございます。Kさん、ありがとうございます。どうしようかな。3時33分にしようかな。3時33分、3並び。うん。くるぶしいらっしゃい。3時30、遅い時間ですけど、夜中の3時33分にサプライズを行いますんで、お楽しみに。だいぶ遅い時間ですけど、皆さんが起きてるかわかりませんけどね、ゆいがの破天荒放送室内で、まだ YouTuber で、一日店長やってる時間帯ですけど、その時間帯に、サプライズを行いますので、まあ、そのサプライズを見たかった、見たい方はね、その時間に起きれるようにしといてください。まあ、ちょうど土曜日になる時ですね。土曜日になってからですね。はい。やれます。サプライズを。うん。もう準備はないわね。はい。いろいろね、準備をしなくちゃいけなくて大変なんです。サプライズ楽しみにしてください。TS さん。YouTuber とキャスバー一緒です。今、キャスバーが YouTuber になっただけ。出勤前に少し寝るかもな。時間あるんだよね。時間あるんで、もしかしたら寝るかもしんないし。うん。だちょっと準備もしなくちゃいけないんだよね。りょうちゃんやりして。まあ、1時間、まあ、30分1時間くらいあれば、出る準備はできるのか。いや、ちょっと寝るよ、ちょっと寝る。あ、メガホンありがとう。ちょっと寝ると思う。ちょっと寝ないとやばいでしょ、さすがに。はあ。起きられるなら寝た方がいい。まあ目覚ましがあるんでね。今日9時起きだから、9時起き。うん。あんま寝れなくて、結局。寝たのが5時半ぐらい。5時半ぐらい寝て、9時起きなので。あとね、買ってきました。プロポーズはないよ。これ。ミラグレーン城っていうね。はい。これをなんかね、お酒を飲む前に飲むといいらしいよ。で、一回二錠らしいんだけど、一回三錠を飲んでいいですよって言ってた。うん。私なんかは一回三錠飲みますよって言ってたから、一回三錠、お酒を飲む前と飲んだ後に飲むと、お酒が分解されるらしい。そう。ヘパリーゼよりいいって言ってた。そう。イカ猫。ヘパリーゼより、ヘパリーゼこっちがなんか主流ですけど、これが今は一番おすすめで、一番売れてますって言ってた。